大国屋高大うと、磯吉大国屋高大うが書いたとされる、日本の地図。裏面には牧書で、天明九州祭7月末日大日本国、伊勢国四郎寺、大国屋三幸太夫とある、ロシア陸軍の意思をしていたゲオルク・トーマス・フォンアッシュが、ゲッティンゲン大学に送ったカードには、ドイツ語で、1793年イルクーツクで受け取る、と記してあった。 ゲッティンゲン国立大学図書館、アッシュコレクション所蔵、大国野光大有文政11年4月15日は、江戸時代後期の伊勢国安義郡白子の港を拠点とした海戦の先導。天命2年、嵐のため江戸へ向かう海戦が漂流し、アリューシャン列島のアムチトカ島に漂着。ロシア帝国の帝都サンクトペテルブルクで、女帝エカチェリーナ2世に越見して、帰国を願いで、 漂流から約9年半後の完成4年に、根室公維持して帰国した。幕府の老中、松平定信は高田優を利用して、ロシアとの交渉を目論が,が失脚する。その後は、江戸で屋敷を与えられ、数少ない異国見聞者として、桂川補修や大月玄太倉蘭学者と交流し、蘭学発展に寄与した。保修による聞き取り、北斎文略が資料として残され、 波乱に満ちたその人生史は、小説や映画などでたびたび取り上げられている。ラクスマン号により、日本に帰ってきて、政府の質問には、キリスト教のことは、一切話さなかったという。白子校アムチトカ島の風景。樹木の育たない、寒冷地の景色が広がる。チャールス・コエセローのエカチェリーナ宮殿。コーダユーはここで、エカチェリーナ2世に越見し、帰国の許しを交うた。 伊勢亀山、半寮南若松村の亀屋四郎寺家に生まれる。四郎寺家は船宿を営み、高田優は、次男で、兄の寺兵がいる。母は、伊勢東道半寮玉が木村で、酒造業、木綿商などを営む聖五郎家の娘名を吐く。父の四郎寺は、平蔵の幼少期に死去し、四郎寺家は、姉の国に、婿養子を迎え家督を相続させる。兄の寺兵は、 江戸本船長の米丼屋、白子屋聖衛門家に奉公し、平助も長汁と母方の聖五郎家の江戸出店で奉公する。1778年に平蔵は、亀屋文家の四郎兵衛や当主の死去に際して養子に迎えられ、伊勢へ戻ると、亀谷四郎兵衛と改める。伊勢では、ジシーノの嫁ぎ先である白子の海鮮丼や一味館衛門の沖船道子平次から、 海鮮まかない職として雇われ、仙道となる。1780年には、沖仙道に取り立てられ、なお、大黒や高田遊に改める。1783年1月、高田遊は、船員15名と奇襲藩から、立ち合いとして派遣された、農民1名と共に、新昇丸で奇襲藩の囲い前を積み、 伊勢国氏らこの裏から江戸へ向かい出港するが、駿河沖付近で暴風に遭い漂流する。7ヶ月余りの漂流の後、一行は日付変更線を越えて、アリューシャン列島の一つであるアムチトカトへ漂着。先住民のアレウト人や毛皮収穫のために滞在していたロシア人に遭遇した。彼らと共に暮らす中で、広大ラはロシア語を習得。4年後、 あり合わせの材料で作った船によりロシア人らと共に島を脱出する。もともとはロシア人に保護されるような立場だったが、そのロシア人たちを帰還させるための船が到着目前で難破し、漂流民が逆に増えた。そのため、コーダユーラが逆に指導的立場に立って難破した船の材料などを活用し、脱出用の船を作った。その後カムチャツカ、オホーツク、 ヤクーツクを経由して1789年、イルクーツクに至る。道中、カムチャツカで、ジャンバティスト・バルテルミーとレセップスに会い、後に、レセップスが表した、旅行記にはコーダユーについての記述がある。イルクーツクでは日本に興味を抱いていた、博物学者、キリル・ラクスマンと出会う。1791年、キリルに随行する形で、サンクトペテルブルクに向かい、キリルらの尽力により、 チャールス・コエ・セローにて、エカチェリーナ2世に越見し、帰国を許される。この際、ロシア政府は、日本との通商を目的として、コーダユーたちを届ける予定でいたため、商人であったコーダユーから、日本の商業についての情報が聴取されている。日本に対して漂流民を返還する目的で県費、施設アダム・ラクスマンに伴われ、漂流から約10年を経て、キチコイチと3人で、 根室へ上陸、帰国を果たしたが、小市はこの地で、死亡、残る二人が江戸へ送られた。高田雄を含め新正丸で出港した17名の、うち1名は、アムチトカ島漂着前に、船内で死亡、11名は、アムチトカ島やロシア国内で死亡、心臓と肖像の2名が、正教に回収したためイルクーツクに残留、帰国できたのは、高田雄、磯吉、 小市の三名だけであった。帰国後は、十一大将軍、徳川家成の前で聞き取りを受け、その記録は、桂川補修が、表民ご覧の記としてまとめ、多くの写本が残された。また補修は、高田祐の口述と、ゼオ柄ヒという地理学書をもとにして、北斎文略を編纂した。海外情勢を知る高田祐の豊富な見聞は、蘭学発展に寄与することになった。高田祐は、 ロシアの進出に伴い北方情勢が緊迫していることを話し、この頃から幕府も樺太や千島列島に関して防衛意識を強めていくようになった。その後、高田祐と磯吉は江戸小石川の薬草園に居宅をもらって生涯を暮らした。ここで高田祐は新たに妻も迎えている。故郷から高田祐ら一行の親族も訪ねてきており、 昭和61年に発見された古文書によって、故郷の異性も一度帰国を許されていることも確認されている。完成7年には、大月玄卓が実施したオランダ正月を祝う会に招待されており、桂川補修をはじめとして、多くの知識人たちとも交際を持っていた。高田優の生涯を描いた小説、おろし国を夢うメでは帰国後の高田優と磯吉は自宅に、 軟禁され、不自由な生活を送っていたように描かれているが、実際には、以上のように比較的自由な生活を送っており、決して罪人のように扱われていたわけではなかった、ようである。それら資料の発見以降に発表された、小説、大国や高田有では、事実を反映した結末となっている。なお、三重県鈴鹿市若松東には、 高田ダの行方不明から2年後に死亡したものと思い込んだ荷主が混流した佐賀の供養碑があり、1986年に鈴鹿市の文化財に指定されている記念館のエントランス。右に高田ダ像が立つ。2005年11月13日、高田ダの出身地である三重県鈴鹿市の聖火跡近くに大黒や高田ダ記念館が開設された設置者は鈴鹿市。 高田優の肖像や直筆の牧書、高田優がペテルブルクで書いた手紙の複製、漂流器、ロシアから持ち帰った器物などが展示されている。また、年3回の企画展や特別展を随時行っている。記念館の開館以前は、道を挟んで隣接する鈴鹿市立若松、小学校内に大黒や高田優資料室が設けられていた。この記事は、 以下のカテゴリでも参照できます。大国や広大有記念館に関するカテゴリ、ありがとうございます。